バーサスはなんで統合版なんかな。いやー、わかんないけど、多分公式イベントだからじゃないですか。なんか僕もよくわかんないんですけど、統合版推しですよね、おそらく公式さんは。そのマイクラの歴史的には Java でいろいろ開発して統合版に落とし込んで統合版で広げるみたいな、いわゆる Java で開発して統合版で一般化して統合版をたくさん使ってもらうみたいな感じだから、マーケットプレイスも統合版にしかないんですよ。だからその一般向けが統合版で、開発向けが Java 版なんですよね、多分。だからその Java 言語で、 Java 言語っていうそのプログラミング言語は多分あるんですけど、 Java 言語で要は開発しやすいのは Java らしいんですよね。そうそう、スイッチとかも統合版、全部統合版、スマホもスイッチも、その要は Java 版以外は全部統合版なんで、まあ、だからその僕も全然詳しくないんだけど、そういう広げやすいのかもしれないですね、統合版の方が、そのいろんな各プラットフォームに。でもやっぱね、 Java 版をなくさない理由はね、そのやっぱ Java 版でその要はモッド作ったりができるから、改造っていうか、そのね、いろいろ僕たちが企画でやってるようにコマンドとかデータパックとかモッド使って開発しやすいから、そのいろいろ開発して遊んでもらって、その中でも面白い遊び方を、あ、このコマンドあったらこういう遊び方できるんだっていうのを統合版でもコマンドとして採用して、マーケットプレイスとかいろんなそのコマンドに汎用させていくみたいな。 Java の方が拡張性はあるんだよね、多分その開発においては。おそらく新しいゲーム性を作ったり、新しいこうプログラム組んだりとか、まあ、ちょっと僕もでも詳しくないから知らん、多分そういうことなんだと思う。だから多分公式的には、まあ、だから公式イベントでやるものとか、その要は一般的に広まってほしいのは統合版なんだと思う。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。